ティムール朝の第三代君主。1377年に初代君主、ティムールの4、男としてサマルカンドに生まれた。シャールフが生まれる直前にティムールはチェスをしており、白の子まで王手をかけた時に、ちょうど4、男が生まれた報告を受けた。喜んだティムールは子に、シャールフと名付けた伝承が残る。1397年に、ヘラートを中心とする。 ホラサン地方を領地として与えられ、1401年のアンカラの戦いにも従軍し、彼の率いるホラサン軍は中軍の左翼に配置された。1405年、父が名遠征途中にオトラルで病死した。ティムールは生前に着ンのピールムハンマド・ジャハーン・ギールを後継者に指名していたが、シャールフとティムールの三男ミーラーン・シャーの子、ハリール・スルタンは、 自身の名前をフトバと貨幣に用いて独立の意思を表し、二人の他にも定位を伺う王族は多くいた。こうした状況下で、シャールフはミーラアンシャーとハリール・スルタンの合流を阻止し、スライマー・アンシャー、サイド・ホージャラ反乱を起こしたハイカの貴族を撃って地盤を固める。ピール・ムハンマドはハイカによって暗殺され、ハリールがハイカの反乱によって、 サマルカンドから追放された後、最後の有力者として、シャールフが残った。1409年5月に、シャールフは、サマルカンドに入場。ハリールを配位して即位する。シャールフは、即位前からの居住地であったヘラートに住み、1412年までに、居所を、宮殿からヘラート西北のカラスの園に移した。従来の首都サマルカンドには、息子のウルグベクを総督に、 ベルグトブのシャーマリクを貢献人に置き、シャーマリクを貢献人から罷免した後は、ウルグベクと国を二つに分けて、共同統治を行う体制となった。知性の初期に、親族、特に息子たちの反乱を恐れて、頻繁に領地を変えた。三人の兄の子孫を、中央から遠ざけるとともに、陰族と腹心の部下を、徴用して、自身の一族の権力を高めようとするが、 効果は上がらなかった。各方面に派兵して、ティムール没後に失った領地の回復を試みたが、しかし黒羊朝の支配下に入った、アゼルバイジャンの奪回には失敗した。1420年、1429年、1433年の3度に、渡る遠征を行い、最初の遠征では黒羊朝の指導者からユースフが、没したため一度は支配下に戻るが、 シャールフが帰還した直後に、カラユースフの子イスカンダルが再独立した。イスカンダルの兄弟ジャハーンシャーを対立王として擁立することで解決を図り、シャールフ存命中のジャハーンシャーは強順の意思を示した。しかし、完全に従属させるには至らず、黒羊朝は、シャールフ没後に真珠関係を断ち切った。1414 14年に、 北、インドで成立したヒズルハーンのサイード長も、当初は、フトバに、シャールフの名前を入れて、親中を表明していた。ヒズルハーンの子、ムバーラクシャーが即位するとサイード長は、フトバから、シャールフの名前を削り、独立の意志を表すようになった。シャールフが派遣した、討伐の軍は敗れ、インド方面の回復に失敗した。 晩年にイラン高原で反乱を起こした孫を討伐するために遠征したとき、1447年3月12日に霊で沈没した。シャールフ時代、帝国の周辺諸国に多くの死者が送られた。父の代に敵対していたアキラとの国交関係の修復は、シャールフがサマルカンドに入場する前から行われていた。1408年に、 ヘラートを訪れた民の施設の返礼として死者を北京に派遣し、これより民との間で施設のやり取りが行われた。民の英楽民角からは織物がティムール朝からはライオン、中央アジアの馬を互いに送り合った。民から派遣された外交施設鎮西が記した西域版国史西域皇帝記には当時のヘラートの繁栄が記されている。 戦徳ミカドの治世になると、ティムール朝の使者が中国を訪れることは稀になり、一時は交流が復活したものの政党ミカドの即位後は、民側が外交に対して消極的な方針を取ったため、ティムール朝と民の関係は疎遠になった。アキラ以外に東方からはチベットの死者もヘラートを訪れた。シャールフはオスマン朝、 マムルーク朝などの西方のイスラーム国家とも交流を持ったが交渉の場では高圧的な態度をあらわ,わにした。ティムール朝の施設の無礼な態度に激怒したマムルーク朝のスルターン・アシュラフ・バルズバイはシャールフが送った礼服を引き裂き死者の頭を水の中に突き込んだとマムルーク朝の歴史家イブン・タグリービルディは伝える。施策を好み書道を得意とする文人であり、 建築事業と学芸の保護を進行した。建築事業として、ヘラートのバザールと城壁の整備、中央大モスクの改修、病院の建設を実施した。代表的な建築物として、ヘラート出身のスーフィーであるアブドゥル・ター・アンサリ病の増築が挙げられる。学芸については、歴史家の支援に熱心であり、彼の講演を受けたヘラート出身の歴史家としては、アブドゥル・ラッザーク。 ハーフィズアブルーが著名である。地政初期の反乱の鎮圧においても、文化の発展に貢献する事件が起きた。1414 14年に、シーラーズで反乱を起こした老いのイスカンダルを破った、時、彼に雇われていた、宮廷画家を迎え入れた。これによって、シーラーズ特有の絵画技法がヘラートにもたらされ、因ゴヘラートが、ティムール町の宮廷絵画の中心地となった。しかし、 王朝文化が発展した功績をシャールフ一人だけに帰することはできない。図書館と書写施設を建設したバイソングル、多くの建造物を残したガウハールシャードラタの王族もヘラートでの文化事業に積極的だった。他方ヘラートの外でもサマルカンドのウルグベクを筆頭とする王族、ホラズムの総督シャーマリクラ重心が文化の保護を盛んにしていた。 ビービーハーヌムモスクの初見大イスラーム法の遵守を全面に出す経験なムスリムであり、父ティムールと異なりキュレゲンを名乗らず、クグ月の藩を建てようともしなかった。金曜日には、一般の信徒と共に、モスクで礼拝を行い、ムフタスイブの監視の下で、自分の息子たちも対象とした厳格な禁止を敷いた。建築事業として、ヘラートに、 マドラサやスーフィー巡礼者のための宿泊施設を建て、サマルカンドのビ b ビハーヌムモスクに巨大なクルアーンの諸見台を寄贈した。イスラームのイタン派に対しては厳しい弾圧で臨み、1427年2月には金曜礼拝を終えたシャールフがモスクから出た時、イタンの信者に腹部を刺される事件が起きた。その一方で、シャリアに反する省税を給品税と称して、 徴収する現実的な面も持ち合わせていた。アブドゥラアンサリビョーありがとうございます。